みなさん、こんにちは。ショリーチャンネルのしほと。インディです。はい、ということで、今回はですね、くら寿司に来ましたと言っても、まだ車の中だけどね。今、くら寿司の駐車場です。はい、はい、お腹すいた ね、 めっちゃ今日は土曜日なんですけど、はい、遅めのね、ランチで来ました。ちょっとパパがね、はい、仕事でいなかったので、あとなんだっけ、くら寿司が今花江さんのね声でやってくれるということで、しょうちゃんがどうしても花江さんって言って好きだもんねということで、いつもはスシローなんですけど、今日は本当久々だね、くら寿司。何ヶ月ぶり？ね、くら寿司ってさ、10ヶ月ぶり。そんな？でもそれくらいかもね。あ、そう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 、5個入れたらガチャが引けるやつ。10個でしょ。10個だ。あれ5枚じゃなかったっけ。1枚でガチャできるよ。そうなの？なんで？入れたふりする。ふりできません。はい、ということでね、久しぶりにくら寿司に行きたいと思います。はい、はい、ということでね、ちょっと今日は携帯撮影です。はい、なんと今はま寿司に移動してまいりました。はい、はい、あのオープニング撮ったのくら寿司だったんですけど間違えた。はま寿司でしたね。うん、気づいてよかった、本当食べる前に、ね、はい、ということではま寿司に来たので、はい、はい、食べましょう。はい、じゃあちょっとやってみますか。はい。納豆巻きを頼みます。だってさ、うん、巻き物みたいなのあるなかった？ あるじゃん、納豆巻き。注文数を確認し、注文ボタンを押してください。次に食べる？すごいね、すごいね、すごいね。ご注文ありがとうございました。おお、いいじゃん。いいね。食べる。何がいい？頼むたびになるのかな。頼むたびになるで、これ。あれ、サーモンとマグロ。サーモン。どのサーモンにしますか？サーモン普通の、うん、注文数を確認し、注文ボタンを押してください。うん、ご注文ありがとうございました。いいですね。満足ですか？満足です。これを聞きに来たようなものですね。ママは？ママも食べます。あ、来た。お取り忘れにご注意ください。おお、納豆になんか入ってる。納豆巻きネギ入りだって。ネギが入ってる。マママグロ食べるね。はい、食べます。ご注文ありがとうございました。いいね、すごいね。いい、食べて。いいよ、めっちゃ来たね。食べよう。美味しそう。お箸どこ？お箸これです。はい、いただきます。はい、しーちゃん持ってる。いただきます。冷たい。冷たい。美味しい。しょうちゃんどうですか？めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しい。
きい一口。美味しい？注文数をご注文ありがとうございました。何ですかこれ？味噌汁。はい。豚汁。豚汁あるんだ。みたいでみよう。じゃりみも頼もうか。おいしそう。ご注文ありがとうございます。見てこれおいしそうでしょ？うん。イクラと青さのね茶碗蒸しだって。へえ。あとお刺身を頼みました。なんかはま寿司本当久しぶりだね。はま寿司何ヶ月ぶり？タピオカ食べに来て以来だかな。そんな感じ？10年ぶり。またそんなわけない。10年ぶり好きだよね、翔ちゃんね。何かにつけて10年ぶりって言うよね。なんか全然食べてるさ映像を撮らない間に何皿食べた？1、2、3、4、5皿。あっという間に食べちゃったんだけど、翔ちゃん。お腹空いてた。リミちゃん何皿？あ、リミちゃんまだ2皿。え、おと。ママまだ0皿。え、おと。翔ちゃん早くない？一気に5皿。まだ来て5分ぐらいしか経ってないよ。もっと経った？10分ぐらい？経った10分は。本当？メリハリがある味わって食べないとね。今日は幸せ幸せ、今日は幸せ。炭水化物はいっぱい食べれる。確かに今日はちょっと今日だけは解禁で、たまにはやっぱチートデーみたいなの作んないとね、うん、好きなものを好きなだけ食べる日を作らないと。あと揚げ物が来るんです。うん、いいじゃないですか。軟骨の唐揚げが来るんです。今日のしおちゃんは生き生きしてるね。しおちゃんタピオカある。タピオカはやめとこうかな。タピオカはちょっとねやばそう、うん、どうせだったら美味しいご飯を食べたらね、うん、せっかくお寿司屋さん来たから、うん、ママタピオカ食べてる。確かに。でも前はもう全部食べてたよ。タピオカも食べるしお寿司も食べるし。タピオカ買うのに高いな。何に太んないとかすごくない？私太ってたんじゃないの？違う。おいしい？幸せそうな顔ですね。私が来た。唐揚げが来ました。おいしそう。あれしょ、軟骨でしょ？軟骨です。大好きな大好きな。いただきます。あ、来た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 。食べたい人が怒ってる。怒ってます。やっぱり奪うのね。奪って食べるという。炭治郎の声を聞いて違いを調べてます。どう？やっぱ違う？
全然違う。全然違う。これはやっぱ花江さんのその声なんだね。このここから出てくる。他の作品も見ていい？うん。他の作品は何があるの？ハイキュー？ハイキュー出てんの？花江さん。出てるよ。へえ。普通違うと思う。ハイキューだと思う。ハイキューね。ハイキューっていう。うん。ハイキューって何？ハイキューなんだって。ママも今ハイキューでしょってしほちゃんに言われた。違う？どう？違う。今何見たの？アニメ。今4月の君の嘘。4月の君の嘘？4月は君の嘘？そう、やっぱ違うんだね。ね、店内放送もね、花江さんだよね。ね今聞き入っちゃったね、みんなでね。アップルプル来た。おお、すごい綺麗な三色。美味しそう。お水どこにある？お水ね、あそこ。自分で汲みに行ける？はい、いってらっしゃい、お水。どう？入ってるんだ。うそ、よかったじゃん。入ってる？おいしい。リミちゃんも食べましょうか。プリン。どう？おいしい？よかったね。ママは刺身を頼みました。もう優しいお姉さんだったらくれるのにね。優しいお姉さんだったらね。じゃあ1枚あげるよ。今のはやだね、お姉さん。ねえ、ちょっと。やない。怒ってる。食べて、ほら。おいしい？食べた。ちょっと洋服汚れてるしまーやだー。リミさん、美味しかったですか？お姉さま優しいじゃない。意外と優しいじゃない。見て、いちごのモンブラン。そうでしょ。本当は栗のモンブランが食べたかったのに売り切れだった。残念。和栗のモンブランだっけ？確か。本当、そう。本当はこれが食べたかったのに、もうね、なかったんです。悲しい。ということで、こちらにしました。でも、きっと美味しいと思います。わ、すごいクリーム入ってる。いただきます。最後に、しほちゃん、りみちゃんのムンクの叫び読みましょう。ムンクの叫びをね、見るの。リミの。リミの、うん、いいよ。5、4、3、2、1。じゃじゃーん。得意技それ。得意技じゃない。得意技はね、シーサー。シーサーだよね。
あの沖縄のシーサー皆さんご存知ですか？沖縄のあれにそうすごい似てるんですよ。それではいいですか？5、4、3、2、1、どうぞ。じゃじゃん。ほら似てない？絶対シーサーだよね。皆さんシーサーわかりますか？こんな感じです。ほら超似てます。もういいよりみちゃん得意技増えたね。